満願で京都に行きました。午前中はお仕事、午後品川から京都へ。京都へ到着したら着物にチェンジ、6時劇場へ行きます。この演劇を見るために京都に来ました。演劇見つけ者ピーピース様のファウスト事変です。今回もとっても面白かったです。命のチャージをした後、再び着替えてふらりと一人飲み、美味しいお店でご飯いただきました。メンタルスペースで仮眠、レンツペにはいつもお世話になってます。深夜夜行バスに乗車し、朝新宿に帰ってきました。では本日のお仕事頑張ろう。